ね、なので熊本城は一部はふなっしーのもんですもんね。もうタイル1枚分ぐらいのしな。いや結構あるかもしれないですよ。どっか部分選べって言ったらどこ選びます？場所？場所、ここをふなっしーのもんですって決めていいって言ったらどこ選びます？あ、本当に？うん、じゃあここ、ここに来てみんなと一緒にイベント開きたいなし、なるほど。ここね、ここいい、みのまる広場、みのまる広場、わかりました。大西市長に頼んでみましょう。はーい。さあ、石田さんにもですね、はい、ちょっと入っていただいて。入りますか、はい、石田さん、熊本を応援する歌を、はい、作ったのはふなっしー、ご存知？あ、知らない。え、あ、知ってる。ごめん。ごめん。わざとらしい。秋田で、秋田で一緒に、そう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 ですね、はい、でまあ、時間あったら歌ってもらおうかなと思ったんですけど、うん、この後バンドでまた歌いますもん、ね、やりますよ、はい、なので歌いません今は。歌わないことになりました。はい、ね、カラオケある？カラオケは渡してないです。あ、じゃあできません。2時半じゃ、2時20分からか、20分から、ね、はい、はい、だいぶやります、ここで、はい、ということで、さあ、またこの後ね、生放送がステージに帰ってくるので、ステージをまた開けなきゃいけないんですけど、はいはい、せっかくなんで、お写真タイムをですね、ちょっと作りますんで、カマルもクマモンも小太郎も前来てお写真、みんなおいで、写真撮ろう。なので、日の丸とクマモンでふなっしー挟んで、色味の問題で今言ってるぞ。色味の問題で皆さんに素敵な絵を撮ってもらうために色味の問題で並びを今指示出してます。はい。小太郎はくまモンの横にいて、そうそう。そう、そんな感じで、そんな感じで、はい。